マリボーです。昨日から雨が降り続いてて10日間雨らしいので髪の毛もこんな感じで終わってます。今日は留学のお話をまたしていこうと思うんですけど、今日のトピックは私がカナダに来る前に知っとけばよかったなっていう話をしていこうと思います。でこの話はもしかしたらもうカナダに来る人は調べて知ってるかもしれないけど、もし知らなかった人のためのお話です。はい、もう知ってるよって人もねいるかもしれないので、知ってるかもしれないけど、なんかよかったら見てってください。はい、ということで、まず一つ目が、私が知らなかったこと、一つ目が、私来る前に何も下調べをしてこなかったんです。それは天気のお話です。でカナダに来る人は、多分調べてくると思うんですけど、天気がどんな感じなのか、10月のなんかもうすぐ始まっちゃうんですけど、10月ぐらいから次の年の3月4月ぐらいまでずっと雨季なんですよ。もうずっと雨が降ってました、私が来た時。しかもその私2017年来たんですけど、雪がすごかったんですよ。で周りの人に、もう雪すごいね、こんな寒いんだねバンクーバーって言ったら、いやいつもこんなんじゃないんだよみたいな、いつもそんな雪なんて降らないしって言ってて、と思って、すごいイレギュラーなんだよって言ってて、あそうなんだと思ってですね。で私すごい偏頭痛持ちなんですよ。頭がすごく痛くなるんですよね。なんか空気気圧、雨の日の前とか雨が降ってる時すごいもう重くなるんですよ。体が重くて頭も痛くて、なんかもうなんて光とかがもう見たくないみたいなね、すごい疲れちゃって、辛かったです。しかも3月4月ぐらいまで続いたんですよ。それがもうずっと雨ですよ。考えてみたらもう嫌ですよね。もうバス待ってる時もびしょびしょになって、バスに乗ってももうびちゃびちゃで、もう学校終わってもなんかもう雨で、もうずっと雨だったんですよ。だからもうすっごい嫌で、なんで調べてこなかったんだろうと思ったけど、まあね、その代わり打って変わって、その夏は最高なんですよ。で日本のね夏を思い浮かべると、もうね夏は帰れねえと思うんですけど、もうなんかカナダの夏は暑くても、どのぐらいだったかな、バンクーバーの話なんですけど、バンクーバーはこの前どのぐらいだったかな、25、26度ぐらいでした。暑くて、暑いって言っても多分日差しはちょっとなんか強いんですけど、体感温度は全然暑くなくて、でも夜との気温差が激しいので、夜は夏でも羽織とかジャケットとかをね持ち歩いとかないと、ちょっとね風邪ひいちゃうこともありました、来てすぐの時はね。でも本当に夏ね、もうカナダでバンクーバーで暑いとか言ったらね、私の地元の熊本の人にすごいなんかもうなんて言ってんだみたいな言われそうなんですけど、本当にね暑って言ってもなんかもう日本の夏を経験してるから、こっちの夏は全然暑くなかったです、私的にはね。そんな感じでした。でそれを本当になんか調べとけばよかったなと思ったんですけど、もう夏がすごいいいから、でもそれでも来たかなって思います。やっぱり最初の方はすごい薬ばっかり飲んでて、薬漬けでしたね。頭が痛かったのはすごい耐えれなかったので、ちょっとねきつかったけど、もう夏に向けてねちょっと頑張って乗り越えました。でも去年はそんなに雨降らなかったんです。今年あんまり降らなかったねってみんな言ってたぐらい、あんまり雨季もそんなにずっと雨ってわけではなかったので、去年は大丈夫です。2018年はいい感じでした。で今年はねどうなるかなって思いつつ、ちょっとね10月から多分ね雪が始まるので、私は10月から10月の途中から日本に逃げます。日本に持って帰ることになりました。嬉しい。もうやっとね、ワーホリから学生に変わった時に日本に帰ってなかったので、もうどんぐらいかな、2年8ヶ月、まあ、3年近く日本帰ってなかったので、やっとねもう雨が降り出す時期に日本に帰ることにしました。でも5週間 1ヶ月以上いるので、ね、すごい楽しみにしてます。はい、で次の話がそれとの次に行きます。まず、次に知らなかったこと2つ目がタイマーについてです。マリファナはカナダに来た時は
なんか合法だと思ってたんですよ。もうみんな知ってるから、道でも知ってるし、なんかもうね、道端そのすごい大きいストリートとか歩いたらもうみんなもう大麻の匂いするんですよ。どんな匂いか知らなかったんですよね。もうむちゃ日本は違法だから、ね、知らなかったけど、なんかすごい草を燃やした匂いです、本当にそのままなんですけど、その匂いがもうあちこちでしてて、あ、これが大麻かみたいな。あんまり私はね、なんか匂いが好きじゃないから吸ったことはないんですけど、なんかで正式に合法になったのは去年らしくて、去年の秋冬ぐらいかなに正式に合法になったんですよ。で、それでその前も大麻祭りっていう祭りが7月20日かなか5月20日にあるんですけど、その祭りがあるぐらいすごいもうこっちでは普通だったんですよね。だからなんかそれもあんまりなんか大麻みんな知ってるっていうのは知ってたけど、もう合法になったとかはね、全然なんかあそうなんだと思って、もう全然って言ってもね、まあ、あんまりなんていう、まあ、害がないわけではないから、すごいハイになった状態で運転しないでくださいねっていう広告とかは YouTube でも流れますよ。やっぱりカナダに、ね、来てる日本からカナダに来た人は分かると思うんですけど、なんか Twitter とかのTwitter とか YouTube の広告とかもかなりなんか、ね、国が変わった瞬間その国のになるじゃないですか。で、多分それで見ると思うんですけど、ドライブするときはハイになった状態でしないでくださいみたいな、やっぱり全てを失うので、そういう風な使い方は大麻とかは、ね、吸わないようにしてくださいっていうのはね、やっぱりなって流れてます、テレビとかでも。そんな感じで大麻はそこまで浸透してるとは思わなかったっていうのはすごいびっくりしたポイントです。はい、と次に、3つ目はすごいなんかね、これは私の個人的なあれなんですけど、美容室がそんなに高いって知らなかったです。美容室に行ったんです。行くことはねもちろんあるんですけど、カナダに私が日本から来た時はもう髪の毛こんぐらいだったんですよ。短くてもうショートでボブで来たんですけど、こうやってしたんですけど、こんなにね2年ぐらいで伸びちゃったんですけどね、まずなぜそこまで髪の毛にこうお金をかけれなくなったかというと、私もね来る前に知らなかったんですけど、カナダに来てみてカナダの美容室の相場を知らなかったんですよ。で、私はいつもお願いしてたのは日本人の方がやってる美容室に行ったんですけど、カナダに来てもで3回、カナダに来てもうすぐ3年経つけど3回しか美容室行ってないんですよ、今まで。すごい、なんかなんでかというと高いくて、やっぱり理由はね、やっぱり高いからっていうのところに戻っちゃうんですけど、すごいね高い、やっぱりなんかね、やっぱやってもらってることはいいけど、やっぱり、ね、高いんですよ。私からしたら、私の感覚があれなのかもしれないけど、どんぐらいだったかな、その人がどうとかじゃなくて、やっぱり全体的に高いから高くなっちゃうんですよね。で、私この前美容室一緒に働いてる子にが髪の毛染めてたから、まあその子髪の毛長いのもあるんですけど、いくらしたっていくらぐらいでしたのそこって言ったら、いくらって言ったかな、400ドルって言ったんですよ。420ドル、420ドルっていくらぐらい、3万、それはただちょっとブリーチね、ちょっとだけブリーチして髪の毛色入れて、あとチップだから税込みでチップも入れてその値段なのって言ったら、チップなしだよその値段って言ってたから、もう本当に高くないですか。普通の髪の毛はブリーチして髪の毛カラー剤入れて、で消費税でしょ、そこで420ドルですよ。高っと思って、あ無理と思ったけど、そこはなんかチップ入れたら450ドルぐらいかなになってて、はぁと思って高いと思って、私は行ったとこは髪の毛のちょっとブリーチをしてもらって髪の毛色を入れて、いくらとか230ドルプラスチップでした。だからそれでもね、やっぱり日本のなんかカラーが7000円、なんか1万円ぐらいでできるってとこを考えると2倍ぐらいしますからね、髪の毛染めるので、が高いなと思って、そこもね知らなくて、あなんかもうちょっとなんかね解けばよかったなーって思いました。まあね、言ってもどうにもならないんですけど、まあね、だから自分のなんか自分で買ってカラー剤で染めようかなとかね
思ったこともありますちょっと怖いので今はしてません。はい、そんな感じで私が、3つの知らなくてびっくりしたことについてでした。まあ参考になれば嬉しいです。多分ねもう知ってるかもしれないけど一応なんかね役に立てば嬉しいです。動画が好きだった人はいいねを押してください。またお会いしましょう。バイバイ。